クラベスは2本の棒状の木片を打ち合わせることで明るいカチカチとした音を出す打楽器、対名楽器に分類される。英語ではクラーベイズ、もしくはクレーブスである。材質は伝統的にローズウッド、黒炭、グラナディラなどの木材であるが、近年では耐久性に優れたガラス繊維や合成樹脂からも作られる。 棒の長さは17から30センチメートル程度であり、太さは2.5センチメートルくらい、円柱形内腫四角柱である。これを両手で打ち合わせるのであるが、同様に木片を打ち合わせるかスタネット、表紙に、無知と違い、二本の楽器の用途が異なっている。すなわち、利き手に持った木片が、バチの役目を持ち、もう一本が音を鳴らす楽器となる。聞き手でない方は、 楽器の先から3分の1内し4分の1位のところを2本の指で軽く持ち、残りの指を添える。楽器の逆の端の近くが手のひらの手首の近くに軽く触れる。手のひらを軽く丸め、楽器と手のひらの間に空洞を作る。その上で聴き手で楽器の先を叩くのである。クラベスの演奏クラベスは、サルサなど損を起源とするラテン音楽の基本的なリズムパターンであるクラーベを、 表現する楽器である。このような音楽におけるクラベスの基本リズムはである主張。詳しくはクラーベを参照。ジャズやポピュラー音楽などにも様々な形で広く使われ、バスドラムのようにフットペダルを踏むことによって足で鳴らすように形状を変えたものを用いるドラマーや打楽器奏者もいる。クラシック音楽での使用例もあり、スティーブ・ライヒの 木編のための音楽は5組のクラベスのために書かれた。ありがとうございます。